します。よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。本日もね、テンションぶち上がってますよ。もう。ぶち上がってます。1週間ぶりの撮影で。いや、楽しみだね、1週間ぶり撮影で。1週間ぶりですね。もうずっと家にいるから、はい、もうネタないね。ない。ネタ。ないですね。ネタない中、はい、今日はもう考えて考えて、これしかないなっていうのを考えました。どっこいさん、ドンキホーテで気になるもの買ってみたシリーズ、やい！イエーイ！いやもう僕ドンキホーテが大好きで、もう時間さえあれば一旦ドンキ行こうよっていうぐらいもうドンキが大好きなんですよ。そうですね。そう、そんなどっこいさんが今日はドンキホーテ、まあ、ずっと気になってるけども大人になってから買わないじゃんなかなか。はい。でもせっかく YouTube 始めたからみんなに紹介できるような、普段僕は買わないものを買ってきて今日は紹介したいなっていうコーナーです。やっていきましょう。じゃあ早速ね、商品出します。そう、今日紹介したい商品がもうなんかこの3つです。この3つ、これちょっと前に YouTube で結構流行ったシリーズなんですけど、このゲップが止まらないパウダー、ケーキの100倍甘いパウダー、ゴーヤの100倍苦いパウダーみたいな。へえ。今日はね、これをまあ検証してみるのと、最後ドンキにここの店舗しかなかったと思うけど、1000円ボックスみたいな、お台場とかにあるじゃないですか、300円ボックスみたいな、多分みんなピンとくるか分かんないけど、はい、まあ、中見えずにランダムで買うみたいな、はい、1000円ボックスがあったんで1個これ買ってきました。今日はねこちらやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。では早速開けてきましょう。では早速ちょっと皆さんに報告したいことがあって、どっこいさん、サブチャンネル作ったんで、よかったら見てください。概要欄貼ってあると思うんで、サブチャンネルのどっこい翔平メイキング作ったんで、ぜひね、そこもチェックしてください。じゃあ早速作っていきますか。これ水も用意したんで、これは、なんだろう、これ召し上がり方は適当だな。これ粉末を口に含み水等と一緒に、もう直でこれ飲むタイプなんだ。そうなんですか。そうなんだ、これ多分そうだ、これ直で粉末を口に含み水等と一緒、飲んでみますね、これ。せっかくなんで。水なしで。直なんだ。いや、違う、これ入れるのかなと思ったけど、これ直でいくタイプなんだ。今日せっかくなんで。あ、でも匂いはなんか、これ、砂糖みたいな匂いがする。甘い。これ見える。お菓子みたいな。はい。見た目はね、こんな感じ。ちょっと、食べてみましょう、せっかくなんで。酸っぱいだけ。あ、なんもないわ。なんか、あ、リンゴ味なんだ、これ。リンゴ味。酸っぱいだけだな。これ、ゲップが止まらない、我慢できないみたいな書いてあるけど。これ全部飲んでみるか、一回、ちょっと。なんも、はい、なんも起こりませんでした。はい、これは、何も起こりませんでした。全く。これはね、もうせっかくなんで、ナオトくん、はい、飲んでみてください。あ、僕ですか。はい、これ僕嫌いなんで。あ、はい、これだけはなんか嫌だなと思ったんで。どうぞナオトくん、こちらに。はい。どっちが甘いんだよ、これ。何ですか、これは。これは、激甘か。激甘？あ、ナオト甘いの好きじゃん。そうですね。これもう、これ、どっちか分からんけど、これ1個甘い方です、これ。多分甘い方かな。めっちゃ真っ白。あ、ゲップ出てくるわ、今のちょっとだけ。これ甘い方と、はい、あ、こっちも甘いかな。両方赤、両方見た目は全く一緒ですね。全く一緒。どこいさんね、意外とやっぱ健康に気使ってるのこういうの嫌なんですよ。なので、ナオト君お願いします。あ、せっかくなんで、はい、はい、せっかくなんで、いきます。甘い方か、苦い方か、いや、どっちか分かんないわ、もう。どうぞ、言ってください、ガツンと。今日のギャラなんで、これが。で、水で溶かしながら、もう全部いったナオト全部いきました。ナオト全部いきました。よっぽどお腹すかしたんだね。どう、味は普通？砂糖って感じ。なんかこれやめるかも、これ砂糖。はい、ちなみに一回こっちも毒苦い方も。割と普通だね。
でもこんなもんか。苦いっすね。あ、苦い、うん、ちゃんと苦い。これはちゃんと苦い。せっかくなんで、ちょっと、はい、じゃあ、はい、定位置に戻るぞ、定位置に。なんか、薬って感じだね。薬っぽいですよ、ね、薬って感じだ。めっちゃ口の中に残るね、粉末が。はい、めっちゃ残る。これはね、ちょっと置いときましょう、一旦これは。はい、これは後からね、食べましょう、ゆっくり後から。え、本命がこっちですよ、今日は。何かなと思って。宝箱。そう、宝箱、これ、中身見えない、本当にこんな感じでドンキで売ってあって、ちょっと開けていきましょう、せっかくなんで。好評だったらいろんなシリーズやりたいなと思ってて。気になる、例えば、ヴィレッジヴァンガードのわけあかんなもの買ってみたとか、とコストコ行ってわけあかんなの買ってみたとか、いろんなやってみたいなと思って。あ、行きたいですね。でもこどっこいさんがさ、好評だなと思う、大体、大体滑って終わりじゃん、いつも。確かに。大体。はい。見た、あのチャーハン動画。びっくりするぐらい、滑って終わったよね。なんもなく。確かに。ちょっとね、開けていきましょう、これ。どうやって開けてこれ。横にもあった、テープが。難しいね、やっぱり。もう5月入ってから、もう毎日投稿やってるけど、難しいね、毎日は。難しいですね。しかも外出れないって。そうですね。でも外出れるようになったら本当に面白いかガンガン考えてるんで、みんながびっくりするような、早く外でやりたいね、ロケを。やりたいですね。外だけだ、もうめっちゃ面白いのに。やっぱこれといえば外じゃん、やっぱり。そうですね、人と絡んだ方がね。人だからやっぱ外だからさ。開けられたかな。開いてきた。開きました。はい、じゃあ開けていきます。何が入ってんだろう。何が入ってんだこれ。何ですか。おー、マジ。これドン・キホーテの闇だね、これ。マジマジ、これなんですか、これ。これマジ、なにこれ。マジかよ、これ1000円。マジマジ、これこれ、こういうのがいっぱいあったの。中身ランダムなのかな、わかんないけど。あー、そういう感じなんですね。マジこれ、手触りがいいクッションみたいな感じでしょ、これ。マジマジ、こんな感じですね、ドン・キホーテ。結構やばいです。いや、びっくりだね。まさか。俺びっくりしたもんね、もう見た瞬間何も言えなかったもんね。リアクションできなかったもんね、これ。これ見たときは。びっくりしたな、本当に。びっくりした。まあね、ドン・キホーテって感じですね。まあ、これね、第2弾、第3弾、どんどんやっていくんで、気になるお店とかあったらコメント欄書いてください。どんどんやっていきたいんで。じゃあ今日はね、こんな感じで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。どっこいさんだぞ。